改めまして日本 HP の大橋でございます。よろしくお願いいたします。と今日 VR スポンサーということで協賛をさせていただいてます。で VR のチケットを、実は受付で配っていまして、早々に完売をしてしまいまして、あ、せっかく VR 体験したかったのになという方いらっしゃって本当に申し訳ないんですけども、別室の方で今日 VR 機器を持ち込んでですね、体験コーナーをご用意いただいてますので、まあ、もしかしたらちょっと隙間でちょうどお客さんがいらっしゃらないところで担当の技術が暇そうにしていればちょっと捕まえて、もしかしたらちょっとだけ体験いただくこともできるかもしれないので、ちょっと間の時間ですね、使ってご覧いただければと思います。それではですね、HP という会社はですね、 VR だけではなくて、パソコンですかワークステーションもやっている会社ですので、そのあたりも含めてちょっと、協賛会社からのプレゼントということでお付き合いいただければと思います。よろしくお願いいたします。で、最初に HP という会社を簡単にちょっとご紹介させていただきますと、アメリカを本社に持つですね、会社でございまして、1939年に創業した会社でございます。で日本でもですね、1963年から、当時横川電機さんとの合併でですね、合弁で、横川ヒューレットパッカラという会社を設立したところから日本での歴史が始まっております。で、コンピューター事業といいますと、1968年なので実は私が生まれた年なんですけれども、世界初のデスクトップコンピューター HP9100A というものを発表してまして、これがずっと今に続く、ワークステーションからパソコンですねに続く、最初の製品になっております。で実はパーソナルコンピューターという言葉をですね、最初に使い始めたものもこの、製品からになるというふうに言われております。はい、そういう歴史を持つ、HP なんですけれども、ワークステーションという製品もですね、で40年ぐらい、歴史を持っておりまして、かつては、EWS エンジニアリングワークステーションという UNIX OS を使ったですね、ワークステーションの頃から、日本でですね、製品をご提供させていただいております。で最近は Windows になりまして、 Windows のワークステーションをご提供している、形になりますけれども、アメリカの会社ではございますが、日本と非常に長年の歴史がありまして、東京のですね、西の方にですねずっと工場を持っておりました、おります。で、つい2年ほど前にもですね、工場拡張ということで、東京の日野市の方にですね新しい工場を構えまして、生産増強していますという状況で、もし今日この会場でですね HP のパソコンワークセッションを使っているよという方がいらっしゃればですね、そのほとんどがですね東京で作られたものを日本のお客様にお届けしているという状況になっています。でもちろんサポートの部隊もですね日本におります、東京におりますし、あと、土日祝日、今日土曜日ですけど、今日こう会場でいろいろと機材もですね使っていただいたりしますけども、ちょっと故障だという時も、土曜日でも修理対応しますよというようなサポートをさせていただいております。でオートデスクさんともですね長年お付き合いをしていただいておりまして、開発元同士でアメリカと、カナダのトロントの本社の方で、いろいろとそのアプリケーションの認定作業ですとかをしていただいていますよという形で、何が言いたいかと申しますと、日本のお客様にもですね非常に安心してお使いいただける、ハードウェアとサポートの体制を持っていますというメーカーでございます。でワークステーションという製品ですね、お手元に今日カタログ何種類かちょっと入れさせていただいてますので、詳細はそちらをご覧いただければなと思っておりますけれども、いわゆるデスクトップタワーのものからですね、ノートパソコンタイプのもの、あと最近では今日も展示のところに持ってきてますけど、2-in-1 っていうタブレットとキーボードがこうカチャッと分かれるタイプのワークステーションも発表しておりまして、あと VR コーナーに今日持ってきているのが一番こちらの向かって右側にあります、背負うタイプですね、ウェアラブルタイプ、バックパックタイプのワークステーションも持ってきております。さまざまな製品をですねお届けしていますよという、図になっております。でこの個々のですねカタログお手元に入っているかと思いますので、詳細ご覧いただければと思います。で、今日は、オートキャド、ビーム、シムから VR までということなので、ちょっと最初にオートキャドからビムあたりまでですねお使いいただけるような製品を簡単にご紹介しますと、今日実はですね会場が非常に広いので、機材の存在感が全くない状況なんですけど、実は一番皆さん向かって右端のですねところの卓のところに、この後ですねいろいろなセッションで使っていただく、ミニワークステーションというものをですね置いていただいています。今手に持っていただいているあのマシンですね、あまり持ち上げるとちょっとあれなんで待ってください。はい、でこういったこの小型のですねワークステーションをご用意してまして、今
流行りですね、小型のデスクトップを作ろうというのは今パソコンメーカーの流行りになってますけども、まあ、こういった製品でクワドロのグラフィックスを載せたものもご用意してますと。でキャンペーンもやらせてもらってまして、まあ、いろいろお得でええねん、これでええねんというですねキャンペーンをやってますけど、これは私が関西人だからという話もあるんですけど、まあこういうキャンペーンでですねオフィス無償とかですねいろいろやってますので、弊社 HP のホームページをご覧いただければ、まあ、その都度ですね、オートキャドユーザーさん、リビットのユーザーさんに向けたキャンペーンなんかも展開しております。はい、で、ノットモバイルワークステーションになります。これは今日展示のところにですね3機種持ってきております。で実は3機種中2機種がですね今月末に発表販売開始する製品なので、まだ世の中的にはあまり情報が出ていない製品になりますので、ちょっとこの辺をご紹介したいと思います。まあ、せっかくなので、今日ご紹介したいなということで製品を持ってきております。一つはですね、HP のノートパソコンワークステーション ZBook という製品名で販売しておりますけども、この15インチタイプのですね ZBook 15V という製品を今月末から販売を開始します。G5 というのは第5世代の製品、製品のこう世代が第5世代ということで G5 という名前をつけてますけど、 ZBook 15V という製品です。でこれどういう製品かと言いますと、もう一言、非常にコスパのいい製品になります。まあ、デザインもですね非常に見た目、シルバーでですね、まあ、ちょっと手前味噌ですけどかっこいいデザインをしてるんですけど、あと Windows 10で 8GB メモリーで NVIDIA さんのクアドロ P600 を載せて 1TB のハードディスク、これ SSD キャッシュがついているので、まあ、高速 IO ができるハードディスクを載せて4コアで11万円という定価をつけて販売開始する予定でおります。これ最近その GForce を搭載したノートパソコンをですね CAD のユーザーさん多く使われているかなと思うんですけど、まあ実はいわゆるその 3D CAD VIM のソフトへ行くと、やはり GForce だとなかなかそのポリゴンが追いかけてしまうとかですね、いろいろその GForce ならではのちょっとしたトラブルが出るケースが多々あります。でまあやはりクワドロを使っていただくことで、その VIM、まあ、CIM のソフトはですねその表示が、まあ、正確な表示ができるということで、まあ、我々としてはクワドロをしています。でクワドロを乗せて低価格のノートパソコン欲しいなという話は非常に多くいただいてましたので、この製品を出させていただくことになりました。でただですねちょっとサポートがですね、通常ワークステーションで大体訪問修理のサポートを標準でつけてます。3年間、でそれを1年間の、まあ、メーカー引き取り修理ということで、これはいわゆる一般のですねパソコンと同じ、その、保証になるんですけど、まあ、その保証をちょっとこう落とさせていただくことでこの11万円というですね低価格を実現している製品になります。実機器を後ろに持ってきてますので、まあ、11万でこんな感じだったらいいかなというようなところをですね見ていただければなというふうに思っております。はい、ちょっと細かい仕様はですね、飛ばしていきたいと思います。あともう一つ、これ逆にですね、まあ、もっと高機能なものをですねいろいろとこういろんな状況で使いたいなという話が結構いただいてまして、ノートパソコンで ZBook Studio というちょっと薄型の製品を出してましたけど、これをですね、まあ、15インチで結構大きくてですねそこそこ重いんですけど、ぐるっと回してタブレットになるというですね結構大胆な製品を出す予定でおります。これも実機持ってきてますので、ぜひちょっと後ほど手に取ってご覧ください。360フォームファクターってい こうぐるっとこうコンバーチブルなタイプの、ノートワークステーションで、NVIDIA さんのクワドロを搭載していますと。で6コアですね、6コアの CPU を搭載しているということで、かなりハイスペックなモバイルになっています。でもう一つ特徴がですね、LTE アドバンスド、国内の、いわゆるキャリアさんのですね、SIM フリーの対応のカードをサポートしますので、今日ソフトバンクさん来られてますけど、ソフトバンクさんの SIM カードも、ソフトバンクさん系の SIM カードも入るということで、いわゆる Wi-Fi のない環境で 4G LTE のですね通信速度を、まあいわゆるこういうテザリングのルーターを持たずにパソコンにも SIM カードさせて使えますという製品になっておりますので、まあ、これは3年間のですねオンサイト修理もついてますので、非常にハイスペックで高機能でいろいろなことができますよという製品になっています。ただしちょっとやっぱりお値段もですね張ってしまって、高いのでちっちゃくしてますけど36万8000円というちょっと遠慮がちに書いてますけど、こういう製品になってます。まあ、さっきの11万のノートパソコンは3台買えるぐらいの値段になっちゃいますので、ちょっとこうなんですかね、ハイスペックな製品もあります。はい、であと VR のご紹介をして終わりたいと思いますけど、まあ、この COL タイプのですねワークステーションということで、かなり思い切った製品を出させていただいております。
で、この登山で使うようなですね、体にこう巻きつけるようなハーネスに、ワークステーションを背負いますという製品なんですけど、まあ、この背負う部分っていうのも、まあ非常に VR なので高機能な、まあマシンが入っている高機能なノートタイプのワークステーションの液晶モニターとキーボードを取っ払ったものを背負っていますというようなイメージをしていただければと思います。でただ背負うだけじゃなくて外してドッキングステーションでデスクトップとしても使えますので、まあ、いわゆる CAD とか CG のビームソフトをインストールして使いつつ、まあ、この中に例えば、Unity とかですね、Unreal Engine といった、VR 環境を入れて、まあ、例えば、最近ですと、シメトリーとかですね、あると思いますけど、これを入れていただいて、ソフト、マシンをこう、あちこち行ったり来たりせずに、この1台のマシンでデータも作って、ソリッドのモデルとか CG のモデル作って、VR に書き出して、そのままこう外して背負って VR してしまえという思い切った製品になっております。で今回ですね、デモのところでは、HTC Vive ではなくて自社のですね、MR ヘッドセット、Windows MR ヘッドセットを持ってきております。これ安いものはですね、値段を出すという形になってますけど、6万円のまあヘッドセットでですね、VR、ウェアラブルのマシンとセットで VR をしていただくことができるようになっています。で、なぜ今回この組み合わせを持ってきているかといいますと、ウェアラブル ZVR と MR ヘッドセットで VR 体験をするメリットというものが、結構あるかなというふうに思っております。で、一つはですね、この背負うタイプの VR バックパックは完全バッテリー駆動にあります。ちょっと後ほど実機見ていただければと思いますが、補助のバッテリーとメインのバッテリーを積んでまして、補助のバッテリーから携帯のですね、モバイルバッテリーみたいなイメージですね、携帯自体にもバッテリーがあって、それにこうずっと充電をしながら使えると思うんですけど、補助のバッテリーからメインのバッテリーに充電をしながら、VR のマシンが使えますので、その補助バッテリーをこうカチャカチャ交換することでずっとバッテリー駆動が、できますと。ありがとうございます今のというリアクションが非常に良かったんですけど、でバッテリー駆動なので電源つながなくていいんですね。電源つながなくていいので、こういうそのノートパソコンを持ち歩くような感じで VR のマシンを持ち歩くことができます。なのでそのいわゆる配線から完全に解放されて VR を体験することができます。今の VR ですとヘッドセットからビューとケーブルが出て、例えばデスクトップのハイエンドマシンにカチャッとつなぎますので、その配線のある範囲でしか動けないとかですね、配線がこう絡まらないようにしなきゃいけないとか、そういうその注意点があるんですけども、そこから解放されますと。でもう一つ、 MR ヘッドセットは外部センサーいらずなんですね。 HTC Vive を使うと外部にセンサーをこう2箇所貼って、そのセンサー内で動きます。で、まあ、そのセンサー内での行動範囲というふうに限定されてしまうんですけど、外部センサーを置くということはそこに必ず電源供給しなければいけないんですね。それさすがに電池では動かないので、ということはやっぱりコンセントあるところじゃないとできませんという、まあ、形になります。でこの2つを、まあ、MR ヘッドセット自体はその外部センサーがいらなくなりますので、2つを加えこう組み合わせることで全くコンセントないところで、平たく言うとコンセントないところで VR できますと。簡単にそのセンサーを置かなくても、まあ、機材持ってって何もないところでパッと VR ができますということが可能になります。例えば施工中の建物で電源工事まだ終わってないところで、コンセント取れないところで、じゃあこの中 VR 実際にこの後こういうふうになりますというのを機材だけ持ってって、その場でピューとこう簡単に VR でですね見ていただくようなこともできるんじゃないかなと。もっと極論を言うと屋外でもですね VR できますので、例えばこう地形のあるところにこういう建物ができますという簡単なそのモデルを持っていっていただければ、その場でこうまあなんとなく VR、まあ、MR じゃないのでその景色をこう取り込むことはなかなかできないんですけど、まあ、VR でこういうふうにできますということが比較的簡単にできるかなというふうに考えています。でやっぱり VR というと VR が体験できるまでの環境を設営するのは結構大変だなという印象があるかと思います。我々もいろんなところでデモをやってるんですけど、デスクトップで VR やってることもめちゃくちゃ大変でした。物を置いてセットアップしてつないでセンサー貼って混線しないようにこう気を使ってっていうのを非常に簡潔に VR ができますので、まあ、実際にこう例えばお客様に対してプレゼンをされる場合でも非常にそれが言えるんではないかなと思っております。はい。で、スペックですね。 VR ですので、グラフィックス非常にハイエンドです。クワドロ P5200 というですね 16GB の VRAM を搭載したマシンになってまして、
まあ、CPU もメモリも SSD も、まあ、今一番早いものを載せていますというスペックになってますので、まあ、ちょっと高いんですけど値段出しちゃいますけどこれぐらいの価格帯で販売をしております。ただこれ今まで VR 機材で大体100万から200万ぐらいかかるなというような価格帯のイメージを持たれているかと思いますけど、このマシンとさっきの MR ヘッドセットがあれば一応 VR がもうサクッとできる環境ですので、70万、定価で70万以下あればですね、まあ、揃うことができますというふうに今なってきています。ということで VR チケットを取られた方ぜひですね、後ほど VR の部屋へお越しいただいて今ご説明した機材を使って体験をいただければと思います。結構広い部屋を取っていただいててですね、歩き回れる環境を作っていただいてますので、今回のその背負えるものとセンサーのないヘッドセットの利点が非常にお分かりいただけるんじゃないかなという環境になっておりますので、ぜひ後ほどよろしくお願いいたします。あと最後にですね、お手元にちょっとしたアンケートを入れておりますので、もしよろしければご協力いただければと思います。ちょっとですね、ノベルティの数がなくてですね、多分先着 4,50 名様になると思うんですけど、ちょっとしたノベルティを持ってきてますので、後ほどブースの方にお越しいただければ交換させていただきたいと思います。それでは、非常に駆け足でございましたけども HP からのセッションとさせていただきます。どうもありがとうございました。